シニアのための自宅で簡単レシピ。今日は鮭とキャベツの味噌豆乳煮を作りましょう。理想的な血液は血管の中を水の 4、5 倍の粘着性でサラサラと流れていきます。血管をスムーズに流れないドロドロの血液は脳梗塞や心筋梗塞、動脈硬化という恐ろしい病気の引き金になります。そんな中でシニアの皆さんの体を考えて血液をサラサラにする効果が期待できる栄養素を含んだレシピを提案します。それでは今日の簡単レシピのメニューは鮭とキャベツの味噌豆乳煮です。血液をサラサラにするために高血圧や高脂血症などを予防する DHA という栄養素を多く含んだ鮭を使った料理です。材料の紹介です。この材料で2人分になります。生鮭の切り身が2切れ、キャベツが8分の1個、ブナシメジを 50g、砂糖などが入った調製豆乳を1本ご用意ください。調味料はバターと味噌、醤油、小麦粉、塩と胡椒になります。ここで画面の真ん中をタッチするか、左下をクリックすると、一時停止して材料を揃えることができます。再生するには、先ほど画面を止めた真ん中タッチか左下クリックをしてください。作り方を説明します。生鮭の骨があったら手で丁寧に取り除き、4等分に切りましょう。その後、鮭の両面に塩と胡椒を軽く振りましょう。皮は剥いでも剥がなくてもどちらでも大丈夫です。キャベツは食べやすいように一口大に切りましょう。しめじは石突きを切りバラバラに分けましょう。フライパンにバター 10g を入れて中火で熱し、生鮭を入れて両面焼きましょう。両面に少し焼き目がつく程度で構いません。鮭の焼き目がついたら、フライパンの端に寄せます。空いたところにしめじとキャベツを加え、しんなりするまで炒めます。野菜がしんなりしたら、調製豆乳を1本、味噌を大さじ2杯加えます。味噌が溶けるように、菜箸などでゆっくり混ぜて溶かしていきます。やや弱火で5分ほど煮ます。煮立てて吹きこぼれないように注意してください。煮ていると鮭が崩れてきますが、気にしなくて大丈夫です。少しとろみがついてきたら、醤油小さじ2分の1杯を入れて味を整えます。味が曖昧の感じだったら、もう少し醤油を足してください。いい塩梅でしたら、これで出来上がりです。今日のレシピのポイントです。DHA や EPA だけが、血液をサラサラにすると思われがちですが、コレステロール値を下げたり、血行を良くする作用のある栄養素は、キャベツなどの冬野菜に多く含まれています。今回使用したキャベツは、白菜でも代用できます。一度お試しください。一人分の栄養成分表示はこちらです。こちらのレシピは、脳細胞を活性化する DHA と、血液をサラサラにする EPA を含んだ鮭を使用しているのと、
コレステロール値を下げ、血液の凝固を予防するキャベツや食物繊維が多いキノコを使用しているのがおすすめの理由です。いかがでしたか？フライパン一つで作ることができるので、簡単だったのではないでしょうか？今後もシニアのための自宅で簡単レシピを配信していきますので、お楽しみに。